い、というわけで、今日はですね、ズキのレッツクッキングタイムということでですね、おっ、頑張らなくちゃありがとう。というわけでですね、ちょっとまあ、今日は皆さんに僕の、まあ、料理のね、腕前を披露しようと、そういうコーナーですけども、何を隠そう、私、料理をしたこともありません。23歳にして具材をね見てもらえれば分かる通り、まあ、どうやらハンバーグをね僕に作れということなんだと思います。これは僕にハンバーグを作れとね、とりあえず、玉ねぎの皮むきから、これさ、なんか皮の剥き方ってあんのかな、これは手で剥くもんなのかな、まあ、せっかく料理を作るんでね、ちょっとやるからには美味しい料理を皆さんにみたいなよし、じゃあ玉ねぎをカットしていきます。怖いな、なんかもう何年も使ってねえよ、料理作んねえからな。よっしゃー、たい、これか、あれ、やばい、これは食べれない部分じゃないの、これちょっと23歳男子としてまずいな、みじん切りね、どうしたもんか、これただ細かく切っていけばいいのかな、合ってるよとかないから分かんない、それ OK だよとかない、こういうことじゃないんじゃないでしょうか、みじん切りってのは。間違いない、絶対こうだ、間違いなく間違いない。あれなんか全部潰れちゃうんじゃないか、これ大丈夫かな。まあこっからは、玉ねぎを炒めるということらしいので炒めていきたいと思います。それじゃあですね、油を投入しようと思います。いいのかな、こうタイミングとかが分からんからな。思ったほどバチバチってならなかったっていう、なんかなみなみしてますよこれ、ちょっと多いんじゃない、油多かったんじゃねえのこれ、大丈夫かな、ヒヤッ、うわぁ、怖っ、怖っ、なんか焦げ臭い気がする、大丈夫かこれ、こういう色になるもんなのこれ、うわぁ、ちょっとひき肉触るの初めてやわ、うわぁ、これこんなになんだ、じゃあ行きましょうか、もみ込んでいきましょう。うわ、なんだろうこの感じは。うわ、ちょっとだいぶこねてこれたんじゃないですか。こんにちは。お。いきます、眉毛、いってらっしゃい、いってらっしゃい、あなた、あ落ちねえ、おー、
いい感じじゃないですか。あぶねえ、怖っ、怖いな。おぉ、おぉ、あぶねえ、あぶねえ、あぁ、あ、焦げてる、やべえ。おぉ、さぁ、ちょっと、思いのほかいい感じじゃないですか。もういいんじゃないのこれ。よし、できた。ついにできましたよ。見てください、僕の渾身の一作ハンバーグマン。もうあとはね、味の問題が。というわけで今から実際に食べてみたいと思います。いただきまーす。いただきます。もうガブっていきますよ。うまい。ちょっと本当にうまい。おい、うまい。本当にうまい。あらら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 、予想外の展開。